はい、今日は冬のドイツ今我々は冬のドイツにおります。ここはメルセデスベンツのねミュージアム博物館に来てます。今日はねここでインフルエンサーのねあやね大先生と会ってフォトセッションみたいな感じでお互いいろんな写真と映像撮っていこうかなと思います。私だけ iPhone で勝負しようと思います一応ねここがどんなとこかっていうのを紹介すると、今ねここがベンツの第1号の工場地帯がこの辺り一帯になっていて、でここがねその歴史を収めた博物館っていう感じなんですけども、フォトグラファーにとっちゃねこういろんなベンツ、こう歴代のベンツとかが壁に飾られてたり、こうオブジェみたいな感じでアーティスティックな感じで飾られてるんで、すごいね写真映えするスポットになるんで楽しんでいこうと思います。おはようございます。ちょっとね、ちょっと Vlog も撮り始めた。あやね大先生。よろしくお願いします。AMG プロジェクト1だって。すごくね。ベンツ詳しくないけど、かっこよ。ちなみにさ、一個言っていい？何？俺も全く詳しくない。壁一面にベンツですよ。うお。まあやねさんとすみちゃんが共同生活政策を共同政策をやっています。すみちゃんがモデルになってあやねさんが写真を、どうすか、いい感じですか。いい感じです。おお、広角の感じで、おお、うまい。おお、登ってきた。すごい、この絵すごいわ。すごい。このね、今あやね大先生が車と関係ないいいコースを。衣装がちょうど白で、うん、馴染んでる。朝かしたトライプセブンなかった時でもでムジカダスパーすみさんコールかかったよ、すみさんコール。あー、そこダッシュだから現場を待ってくんないんだから。なんかさ、今回あやねさんと俺がコンタクト取ってこの場あるけどさ、すみが一番動いてるってのが一番それがウケるんだけど指示慣れはしてるから。あ、そうだね。普段とやってること同じって。あっち可愛い。うん。可愛かったけど、屋根の上の飾りが。クリスマスだよ。すごいね、街全体がマジで本物だわ。本物、ね、え、これはちょっとやばい、ね、女子心大はしゃぎ。ソーセージとは違うんだ。やっぱね、食べたのとも違う。食べますか。え、なんだろう。燻製っぽくないですか。ちょっと スモーキーな感じじゃない。ちょっとある。
たクリスマスマーケット、本当はあやね先生にもたくさん撮っていただいて、うん、ちょっとインスタのプロフィール写真変えちゃおうかな。ああね俺もたくさん撮ったのにまあまあせっかくなんで、ね、そうですね、思い出思い出、確かに確かに。3、2、1